現在の岡山県岡山市北区竹部町下が見目に、ある、戦国時代の日本の城跡 JR 津山線が走る誕生寺川の谷底平野に面した、標高、約200メートルの丘陵突端に立地する。1923年間の、久米文市では、高住海市とし、三正関市の着流、有本市の有本大見守るの築城とする。 西向きに傾斜する丘陵両前に複数の車を壇上に構え、最上部の車の脇にドル糸井戸を設けているという。1689年に下孔明村の関前三郎が津山藩に提出した下孔明村書状によると、有本氏の所流、関治家か春が同じく竹部長が神目に所在する伊勢畑城の城主、赤松家森の家臣として在城し、 この無前神、孫の艦を治むやばれへと続いたとされている。赤松死滅亡の際に、浦上宗影に領地を奪われたという。2011年間、三正河国の山城海定版では、下神戸地域の土豪層の城であろうと推定されている。名を登場席についての情報は、上述、三正河国の山城海定版に解説があり、 現在の岡山県の埋蔵文化財地図にも位置が掲載されているが、2020年間の岡山県中世城館跡総合調査報告書では、下公明村所上に見える東場についての記載を紹介するのみで、実地調査の対象や地域の定石一覧及び分布図には全く加えられていない。ありがとうございます。